皆さんこんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。さあ、そしたらですね、今日はですね、どこどこに旅行するだとかですね、それは楽しいですよとかですね、私はドキドキしてましたなどという表現をですね、合計10個練習してみましょう。ちなみに今日ですね、こちらの動画でご紹介する単語表現はですね、僕のホームページの方に行っていただけると PDF ファイルでダウンロードできます。なのでもしよろしかったらですね、僕のホームページに行って PDF ファイルダウンロードしていただいて、このような感じですね、はい、名刺作成用紙に両面コピーしていただけると合計で10枚の単語表現カードができるようになってますので、もしよろしかったら使ってみていただけたらと思います。さあ、じゃんじゃん参りましょう。準備はよろしいですか？まず最初に5つ練習しましょう。3、2、1。はい。 Go on a trip to、 Go on a trip to、 There were 10 people、 There were 10 people、 Sit together、 Sit together、 Read about cats、 Read about cats、 I was excitedI was excited. はい。そしたらまず説明させていただきたいと思います。こちら、最初の表現ですね。Go on a trip to なんですけども、to の後に地名が来ます。なので、京都に旅行するっていうんであれば、Go on a trip to 京都とかですね。ニューヨークに旅行するっていうんであれば、どういうふうになると思いますか？はい。ニューヨークに旅行するっていうんであれば、Go on a trip to New York っていうふうに言っていただければ OK です。もう一度練習しましょう。 Go on a trip to、 はい、 Go on a trip to、 はい。次こちらです。 There were 10 people、 はい。 There were 何々で何々がありましたとかいましたって意味になります。で、10、数字の10、10ですね。で、people、人々。なので、人々が10人いました。まあこの後に大抵どこどこにっていうのが来るかなと思うんですけれども、はい。もし人が10人いますっていうんであれば、こちらちなみに There were 10 people は過去形なんですけれども、人が10人いますっていうんであればどういうふうになると思いますか？人が10人います、過去形ではなく現在の形。はい、正解は There are になります。ちなみにこちらに出てるのが過去形なので、人が10人いますの方最初に練習しましょう。よろしいですか？ There were 10 people、 はい、There were 10 people。 じゃあ、せっかく人が10人います、現在の方も練習しましたので一緒に練習しましょう。 There are 10 people、 はい、 There are 10 people。 OK。 ちなみにもし人ではなくって犬がって言うんであれば、犬が10匹いましたって言うんであればどういうふうになるでしょう。犬が10匹いました、過去形です。で、people の代わりに犬なんですけども、はい、犬が10匹いましたって言うんであれば、There were 10 dogs っていうふうに言っていただければ OK です。さあ、次参りましょう。はい、こちらです。Sit together。で、sit っていうのが座るっていう意味になります。で、together、一緒に。さあ、それでは一緒に練習してみましょう。Sit together。Sit together。OK。 はい、次の表現はこちらです。 Read で読む、で About っていうのが何々に関してになります。で、何に関して読むかっていうと Cats、 はい、僕は猫が好きなんで、はい、Cats 入れてしまったんですけども、例えば歴史のことを History っていうふうに言うんですけれども、もし歴史に関して読むっていうんであればどういうふうになると思いますか？歴史に関して読む、はい、正解は Read aboutHistory っていうふうに言っていただければ OK です。さあ、そしたら、はい、Read about cats を言ってみましょう。Read about cats、 はい。Read about cats。 OK。 はい、そして次、こちらの表現になります。 I was excited、 はい、excited、 ドキドキワクワクしているっていう意味になります。で、was っていうのがでした。なので、私はドキドキワクワクしていましたっていうような表現になります。言ってみましょう。I was excited、 はい、 I was excited、 はい。で、ちなみにこちらの
was なんですけれども、こちらは過去形なので、もし今私はドキドキワクワクしてますよって言うんであれば、 was ではなくて何入れたらいいんでしたっけ。私は今ワクワクドキドキしていますよ。はい、私は今ワクワクドキドキしていますよって言うんであれば、 was の代わりに am を入れていただけば OK です。で、ちなみに話し言葉などでは I am でもいいんですけれども、短くしてしまって I'm というふうに言う方が多いかなと思います。じゃあ I'm excited、 現在形言ってみましょう。私は今ドキドキワクワクしてる、よろしいですか。 I'm excited、 はい、 I'm excited、 OK。 さあ、そしたら残りの5つの単語表現言ってみましょう。私皆さんで大きい声でよろしいですか。3、2、1、はい。 It's fun. It's fun. Arrive at 10 o'clock. Arrive at 10 o'clock. A show about wild animals. A show about wild animals. How about you? How about you?Learn a lot. Learn a lot. OK. じゃあちょこっと説明させていただきますね。はい、こちらです。Fun というのが楽しみとか楽しいことって意味になります。それではもう一度一緒に練習しましょう。It's fun. It's fun. ちなみに、It's fun でそれは楽しいんですよっていうことなんですけれども、それは楽しかったんですよって言うんであれば、どういうふうになると思いますか？はい、それは楽しかったんですよって言うんであれば、正解は It was fun っていうふうに言っていただければ OK です。こちらも一緒に練習しましょう。 It was fun、 はい、 It was fun、 はい、 OK。 はい、次はこちらです。 Arrive at 10 o'clock。 10 o'clock で10時ですね。で、 at 10 o'clock で10時にっていう意味になります。で、 arriveが到着するって意味になります。行ってみましょう。Arrive at 10 o'clock、 はい。Arrive at 10 o'clock。 OK。 はい、続いてこちらのカードです。はい、 A show about wild animals。 A show、 ショーでですね、もう普通に日本語で言うイルカショーとかのショー、または番組って意味になります。で、 about っていうのが何々に関して、で、何に関してかっていうと、wild、 ワイルドな、はい、つまり野生の animals、 動物なので、野生動物に関するショーまたは番組って意味になります。行ってみましょう。 A show about wild animals。 A show about wild animals。 OK。 はい、続いてこちらです。 How about you? はい、 How っていうのがどう、About 何々に関して、誰に関してか、何に関してかっていうと、 You、 あなたに関してはどうですか、つまりあなたはどうですかって意味になります。言ってみましょう。 How about you? はい、 How about you? OK。 はい、使い方とすると、私ちょっと今日疲れてるんだよね、あなたはどう、 How about you? とかですね、そうですね、私は猫が好きなんですけど、あなたはどうですか、 How about you? とかっていう形で使います。次いってみましょう。はい、こちらです。 Learn a lot。 A lot でたくさんって意味になります。で、 Learn が学ぶなので、たくさん学ぶという意味になります。いってみましょう。 Learn a lot。 Learn a lot。 OK。以上で終わりなんですけれども、これらの表現はですね、僕のホームページからですね、ダウンロードできますので、もしよろしかったらですね、使って英検4級のための単語練習だとかですね、または普通に日常会話なんかでも使う基本的な表現かなと思いますので、皆さんの英語の学習に役立てていただけたらと思います。今日も皆さんありがとうございました。See you!